生年月日1941年11月24日。出生名ランドルプ・ピーター・ベスト。出身地イングランド・マージーサイド州リバプール。ザ・ビートルズにデビュー直前まで在籍していたドラマー。1960年8月、ザ・ビートルズがハンブルク公演を行う際にドラマーが必要となったため、ピートが加入。ブライアン・エプスタインがマネージャーに就任、EMI とレコーディングテストの約束を結び、1962年6月6日、EMI スタジオでレコーディングテストを行った際にも、ザ・ビートルズのドラマーは彼であった。ところが、その数ヶ月後の8月16日、ピートは突然の解雇を言い渡される。解雇理由には、いろいろな説があるが、ドラマーとしての技量不足、性格の問題、すでに顔見知りであったリンゴスターの存在などが挙げられる。彼の解雇は彼にとっても残りのメンバーにとってもあまり後味のいいものではなかったが、1998年にリバプールのカフェでジョージとの再会が実現。和気あいあいとした雰囲気の中で会話が弾んだという。その後彼はピート・ベストバンドやザ・ビートルズ・トリビュートバンドを結成、来日公演を行ったりもしている。1995年11月22日にリリースされたザ・ビートルズ・アンソロジーには彼がドラムスをプレイしている楽曲が収録されている。